皆さんこんにちは。はい、こんにちは。食べるチャンネルの矢沼です。そうです。今回もですね、はい、福島県本宮市の方です。うん。境立跡っていうのかな、読み方がちょっとわかんないんでテロップ出しますけど、はい、境立跡に行きたいと思います。ここはですね、前回の動画で出した、潮の先の大阪の隣にある、はい、駐車場かな、はい、そうですね。のところの丘の上。はい。はい。とても綺麗なんですよ、桜。綺麗ですね。はい。なんでそこを歩ってこようかと思います。はい。行きましょう。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、山田君。はい。この潮の先の大阪のすぐ近くですね。そうですね。すぐ目の前。すぐ目の前。前回の動画で出したのがあそこの桜ですね。で、今回はこっちの山の方を歩きたいと思います。ね、はい。あ、魅力感順路ありますんで。順路。ちょっとこっちだね。こっから。はい、すごい。桜のトンネル。すごい。じゃあ桜の下を歩いていきましょう。うわ、すごい。すごいね。綺麗。うわ、すごい。桜のトンネルじゃん。すげえ。すごいこれは。桜のトンネルだね。うわ。これだけでも絵になるね。じゃあ、まさこさん、歩っていきましょうか。すごい綺麗ですね、まさこさん。こんなとこあって、ね、初めて知りましたね。感激だね、このトンネルは。うん。すごい、マジで。ずっと繋がってんのかな、あっちまで、反対側まで。桜吹雪になったらすごいんじゃない。桜吹雪超綺麗だろうね。うん、これは、ちょっとおすすめ。おすすめだね。びっくり。マジで綺麗。癒されるね。癒されるね、これは。ぐるーっと、行けっとこまでちょっと行ってみて。うん、そうだね。これ皆さん絶景ですね、ここ。すごい絶景。こっちとかさ、うわー、すごい。スーパー綺麗ですよ。ね、まさこさん。これはやばいね。すごい。ずっと入れます、ここは。ずっと入れるね。うん、で、こっち少し歩いていくと、あそこ順路になってますね。はい。見てみましょう。すげえ。いや、綺麗だ、ほんと。順路がこっちですね。こっちね。うわぁ、今歩いてきたとこ見て。すんげえ綺麗。うわぁ。すげえ。贅沢な道ですね。はい。こっちですね。はい、あれ品種がまた違う桜か。白っぽいね。本当だ、白っぽいね。おお、綺麗。素敵だわ、ここは。素敵すぎるよね。素敵すぎる、これ。感激。マーチ綺麗。これは、参考にしてほしいわ、ぜひ。すごい。マジでいいから、ここ。じゃあ、歩きますか。そうだね、行きましょう。矢野くん、ここで終わりかな。ここで終わりっぽいね。うん。歩って、普通に歩くと3分くらい。そうかな。かかんないかな。うん。でも、すごい楽しい道でした。ここはおすすめだな、ほんと。はい。綺麗だったね。綺麗ですね。満足です。はい。じゃあ、戻りますか。戻りますか。ありがとうございます。はい、さよなら。はい、行ってきましたね。行ってきましたね。うん、綺麗でしたね、桜。ここは素晴らしいね。ちょっとトンネルがね、桜のトンネルくぐれるんで、うん。はい。その桜の下を歩くの、はい、とても気持ちよかったです。うん、まあ来年になってしまいますけど、はい、ぜひ気になった方いましたら、この桜も見に来てください。はい。ではご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では、バイバイ。はい。